ディレードデッドボールとはソフトボールにおいて、ボールデッドでもインプレーでもない状態のこと。オフィシャルソフトボールルールには、プレーが完了するまで、ボールインプレーで、そのプレーが一段落した後、審判員が適切な処置をすることを言うと記されている。不正等球打撃妨害球審による、保守送球への妨害走塁妨害野手が、グラブミット、帽子などを故意に投げて、 早球やフェアの打球に触れたなどが発生した際に、審判はボールデッドとせずに、一旦プレーをそのまま流し、その後に生じた結果により、時間を遡り処置を決定する。審判は左腕を水平に伸ばし、拳を握ることで、リレードデッドボール状態であることを示す。野球においては、プレーの状態は、ボールデッドとボールインプレーの二つしか定義されていない。 打撃妨害や暴ー等の場合では、原則ボールデッドとし、プレーを止めないで成り行きを見守ると例レーケースを指定しているが、実際上、上記、原則ボールデッドとなる要因が発生したとき、球審のジェスチャーが見える選手と見えない選手が攻撃、守備双方に存在し、本来の成り行きとなるかが疑問である。このためソフトボールではこのディレイドデッドボールという状態がルールで設けられている。 ディレイドデッドボールの呼び名は、日本では投球が打者に当たるデッドボールと混同しやすいが、日本を除く各国では、死球のことをヒットバイピッチと呼ぶのでこの使用語による混乱は起こらない。ありがとうございます。